大学生の頃から曲作ってなんか YouTube に上げるみたいなことはしてたんですよね。あ、そうなんですね。はい。じゃあそれは就職してもそれだけは続けてた。あ、そうですそうです。なんかそれがなんか多分ささやかな僕の中にくすぶってる火がちょっとだけまだ燃えてた。音楽やりたいっていう。でもやっぱ 90% 以上は会社の仕事に対してモチベーションがあったんだけど、その頃はミスしました、抜けてます、仕事できないやつ、ムカつくって思われちゃうんですよ。でも環境が変わったから、抜けてる僕は変わってないけど、環境が変わったからそれがむしろ可愛いとか愛される要素になるんですよ。僕にしか歌えない曲が絶対あるんですよね。そのさっき今まで今日ずっと話してきた経験をした僕だからこそ歌える歌があると思ってて、あの時どこかで一歩でも違うことを選んでたり、例えばその大学から就職しないで音楽だけやってたとか、それもすごく根性いることだし、それはそれで成長してたと思うんですけど。撮ってます。あやっぱ緊張してますよね。やっぱいや全然大丈夫です。ちょっとなんか僕今日ヒゲ脱毛してて、あ、はい、今日脱毛の日なんですよ、はいはい、だからちょっと武将ヒゲ生えてて、あそうわざと剃らない方がなんか反応がいいらしく、反応がいいっていうのはその要は光レーザーの、あーその分痛いですよね。うん、どうなんでしょう。でも、もう僕2年、もうすぐ2年ぐらいになるんですよ。はいはい、通い始めて、はい。それでも生えてくるんで、もう早く召したいんですよね。そうなんですね。毛根を。2年やっぱかかるもんなんですけど、で、それ、うん、いやでも、総額いくらかかったんですか、今まで。あ、でも、すごい個人経営のお安いところでやっていただいてるんで、そんなにはかかってないんですけど、でも、なんかしぶといですね、やっぱ。まあその、ちょっと行かなかった期間とかもあるんですけど、でもやっぱその額かかってるんで、ちょっとね、早く毛根死滅させたいなっていう感じですね。どこ行こうとしてるんでしたっけ。旧宮下公園ですね。あ、場所わかります。はい、なんとなく。僕高校の頃マンドリンクラブだったんですけど。なんすか。高校の頃マンドリンクラブ。なんですか、マンドリンクラブ。マンドリンクラブ、マンドリンクラブ、マンドリンは、弦楽器なんですけど、イタリア発祥の弦楽器で、まあなんか弦楽器への抵抗がそこで取り払われたというか、弦楽器ってハープみたいなやつですか？ハープとは違うんですか？まあハープも弦楽器ですし、ギターも弦楽器だし。糸をこう弾く。糸を弾く。糸っていうかなんかワイヤーを馴染みがなさすぎて糸って弦ですね。要は弦を弾いて音を出すっていう、あ、はい、なるほど。っていうまあ楽器、はい、要は左手で弦を押さえて、はい、右手で弾くっていう楽器に対するこう抵抗がなくなって、はい、でまあ大学入ってからギターを始めて、だから高校生の時はマンドリンクラブに入って、はあはあ、でバンドでボーカルをしたりしてて、軽音部なかったんですね、僕の高校。はあはあ、で、まあ、歌うのはもともと好きだったけど、軽音部ないし、別に軽音部に入るっていう発想もなかったんですけど、はあ、まあ、とりあえずなんかマンドリンクラブって、うちの高校が男子校だったんですけど、はあはあ、数少ないその女子校と提携してる部活だったんですよ、それが。あ、そういう、そう、ちょっと不純なり。そうそう、特に別にスポーツも得意じゃないし、はい、中学テニス部だったけど、はい、全然うまくならなかったし、やっぱなんかスポーツ違うなと思って。でも大体部活ってスポーツ系が多いじゃないですか、はいはい、だからもう帰宅部でいいかなとかちょっと思ってるうちにどんどん時が過ぎていき、はいはい、入部、体験入部の期間もなんか逃して、
そういえばなんかその入学してすぐの時に、はい、マンドリンクラブになんかちょっと遊びに行ったら、はい、お菓子とか出してくれたなとか思って、そういうなんか女子校もいる、女子高生もいるみたいだし、はい、ちょっと行ってみようかなみたいな。だから6月ぐらいにもうだいぶみんななんか部活も決まって人間関係とかもできてる段階で、はい、マンドリンクラブの門を叩き、すごくビハインドしてる、遅れを取ってる中で始めたんですけど、はいはい、割と、まあ楽しくて、友達とかも、まあ面白い人が多かったし。じゃあ、その、はい、初めて本格的に音楽に触れ合ったっていうのは、はい、高校時代どうですか？あ、そうですね。そのマンドリンもそうなんですけど、うん、マンドリンもオーケストラなんで、しっかりした。ちゃんとパーカッションがあって、リズム隊もいて、はい、クラリネットとかフルーツとかもいて、ギターとか、はい、もあって、マンドリンがまあ一応主役になってるようなオーケストラなんですけど、はいはい、そう、そこでまあいろいろこうなんだろうな、音楽って意外とっていうか、まあ奥が深いじゃないですか、はい、なんか曲の一つの中でまあ物語みたいに、はいはい、イントロがあって、まあ起承転結があるというか、はいはいはい、で起承転結なくてもいいし、はい、起承転で終わったっていいし、はいはいはい、なんかそれがいいなって思いますね、音楽は。なんか音楽の良さの話になってるけど、いや全然このチャンネルはどんどん脱線してった方が、はい、脱線してった方が面白いんで、そう、なんか正解がないのがいいですね。正解がないんですよ、本当にそうなんですよ。あ、音楽の話、あ、そっちか、申し訳ない。そうそう、まあ、このリアルビデオチャンネルのように正解がないんですすいません、無理やり繋いでいやいやいや、だそれが良くて、僕はなんか中学の時テニスとかもやってたけど、はい、まあ勝ち負けの世界じゃないですか。そうですね、完全分かる、はい、勝ったらすごい、負けたらダメみたいな、無価値みたいなそういう世界でにもちょっと関わったけど、自分はなんか表現するのが好きだから、はい、表現したり誰かを楽しませるのが好きだな、好きだったんですね。その時は気づいてなかったけど、はいはい、今思ったらそうだ。だから、まあ、そこでマンドリンクラブに入ったり、はいはい、まあ、バンドでボーカルやったりして、はい、そこは楽しく過ごせて、はい、で大学の時に軽音サークルに入って。ちなみにその高校時代には、はい、みそさん自体が歌うってことはあったんですか？そうですね、バンドで歌ってたんで。マンドリンクラブは歌わないですよ。マンドリンはオーケストラだけど、はい、別にそのマンドリンクラブしかしてなかったわけじゃないんで、はい、そう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 、あの部活の外でバンドを組んで、なるほどなるほど、そうそうそう、はい、ワンオクロックとかエルレガーデンとかのコピーバンドとかもやったし、はい、あとはそのオリジナル曲を作って、はいはい、まあ、歌うみたいなこともやりましたね。そのバンドメンバーは、はいはい、同じ高校の同級生とかですか？あ、そうですね、同じ高校の同級生とか、まあ、先輩とかもいたりっていう感じで。ちなみにその中学とかテニスだったじゃないですか、はいはい、もっと小学生の前とか、はい、そういう時にはもう音楽は、まあ、歌うのが好きなぐらいで、特にその本当に音楽のしての活動をしてたりとかは一切なかったですか？そうですね、活動とかは特にはしてなかったですね。めっちゃカラオケが好きぐらいで。カラオケが好きな少年。めっちゃカラオケが好きな少年っていう感じ。なるほど、はい、大学で、はい、軽音サークルに入るんですか？大学で軽音サークルに入って、まあそこも、まあもう、どうしようもないサークルだったんですけど。どういうどうしようもないなんですか、その、どうしようもないって。まあなんか、お酒が好きなサークルで。すごい、なんか、お酒強いやつ正義みたいな、そういう酒にストイックな、あのサークルで。音楽とお酒の比重が、酒の方がちょっと勝っちゃってるみたいな感じですか？そうっすね。いや、まあでも、上手い人はいっぱいいたんすよ、はいはい、そこも。で、結構、なんか、洋楽とか、詳しい人とかも結構たくさんいて、なんか僕が今まで触れてこなかった、はい、音楽のジャンルに詳しかったり好きだったりする人がいっぱいいたんですよね。そういう意味でもすごい良かったなと思ってて、今思うといろんなサークルがある中で僕が今まで聴いてきた音楽の系統のサークルもあったんですよ、はい、僕が今までこうワンオクロックとかウーバーワールドとか、
まあ、ザ・ J-POP、J-ROCK みたいな、バンプ・オブ・チキン、アジアン・カム・ジェネレーションとか、っていうのを聞いて育ったけど、なんかその、僕が入ったサークルの、検温サークルの人たちは、結構洋楽のロック、まあ、オアシスとか、うん、なんだろうな。本当、すごい、まあ今のところオアシスしか出てきてないですけど、なんだ、ブランキー・ジェット・シティとか、わかります？俺全然わかんないです。全然わかんない。ロックがマジで一番聞かないジャンル。あ、そうなんですよ。レベルで。あ、でもヒップホップの好きな人もいたかな。でもなんか本当に広く音楽に詳しい人が結構たくさんいた気がしますね。はい、うん、そういう人にこう刺激を受けて。そうそうそう。で洋楽とかも聞くようになって。うん、で、まあワンオクロック、僕の好きなワンオクロックもどんどんそのあたりから、はい、こう洋楽っぽくシフトして。だっていうのもあり、なんか洋楽にすごく興味が出てきて、で英語を話したいなって思ってたけど、まあ英語めちゃめちゃ苦手で喋れなかったんですけど、そのくらいの時にまあ大失恋をしまして、とんでもない失恋をして、2年半付き合ってた彼女にまあ振られるっていう、しかも他の男のところに行っちゃうみたいな、そういうことあって絶望して。もう留学しようって思ってなんかね、もうなんか、なんか、もうまあ、甘えなんですけど、逃げではあるんだけど、もう誰も自分のことを知らない世界に行きたいと思って、でも英語も喋れるようになって、いいとこ就職して、彼女を見返してやろうとか、なんかそういう気持ちもある。そこ座ってやります？そうしましょう。あんま奥行くとね。いいとこありますね。ちなみにどこに留学したんですか、国は。その時はアメリカのモンタナ州っていう期間、期間1年ぐらい、でそこで英語をまあある程度喋れるようになって、で英語の意味が分かると洋楽とかもすごく聞きやすくなったというか、楽しめるようになって、結構その幅が広がってきましたね、音楽。結構みささんの曲英語多いっすよね。そうですね、英語も結構入れたがりなんかね、なんかまあそういうスタイルが僕はワンオクロックが好きだから、まあ、好きっていうのもあるし、まあ、ちょっと英語が入ることによってあの歌全体が締まったり雰囲気が変わったり、あとはなんか一瞬意味わかんないじゃないですか、英語って、英語の歌詞って。でも日本語が混ざってたら何言ってるかはまあ大体わかる、80% か 70% か分かる中で、英語のとこが分かんなくて意味を調べた時にそれがなんかちょっとアハ体験というか、あ、こんなこと言ってたんだみたいな。ああ、はい、俺みそさんのダイバー好きになったのは、はい、結構それある。ああ、そうです。あの、いいです。 I'm losing myself、うんうん、自分を失くしないそうなんだ。そうですね。あ、そういう意味だったんだみたいな感じで、後からさらにうわーってなるっていうのは。そう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 。一応その英語の歌詞も結構考えて作ってるんで、なんかそれが分かった時にこうまた二度おいしいというか、はい、そういうところもいいなっていう。まんまとみずさんの戦略にハマっていますもんが、はい、まあ僕が、まあ一番は僕がそういうのは好き、英語の曲が好きとか英語が好きとか、はい、そういうところが大きいですけど。じゃあちょっと、じゃあもう座ったことだし、はい、そうですね、自己紹介しましょう。はい、はい、シンガーソングライターのみそ太郎と申します。はい、一度ね、1年前2年前1年前ぐらいにこのリアルビデオチャンネルさんの動画に出させていただきまして、それから、ま、時を経て今回クラウドファンディングでね、リアルビデオチャンネルさんの MV を、ミュージックビデオを、作るということになりまして、ありがたいことにお声掛けいただきまして、曲を書かせていただくことになりまして、今回また2度目の出演ということで、今撮っていただいております。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。すごい近くないですか？大丈夫ですか？やっぱこう、マイクが近ければ近いほど音をクリアに拾ってくれる。はい、ああ、さっきからすごい、
どのインタビュー、はい、あの出演者さんも、はい、結構言われます、ね、近って早く近すぎて失礼じゃないって一回言われたことある。たわしおじさんっていう人がいて、たわしおじさんその人にそう言われました。すげえ気になるたわしおじさん。たわしおじさんの動画のリンクこちらです。ありがとうございます。じゃあどうしようかな。また改めて生まれから遡っててもいいかな。この1段目とか2段目から見る人もいると思う。そうですね。じゃあ改めてっていう感じで。生まれなんで東京、生まれは東京ですね。東京生まれ、東京育ち。ちなみに東京都の何区何してますか？生まれは台東区らしいんですけど、でも育ったのは中央区で、そう、なんかね、そうなんですよ、めっちゃ都会、そうなんですよ、なんかで、僕が通ってた小学校が、日本橋小学校っていう小学校、日本橋って全ての道路の起点ですよ、そう、僕、だからそれを大人になってから知ったんですよね、日本橋小学校ってもしかして面白いって。いやもう日本の中心地で、中心中の中心ですよ。そうですよね、まあ、あそこから始まってる。そうそうそう、日本橋小学校っておもろいなっていうことに大人になってから気づいたんですけど、はい、まあ、その頃はそんなことにも気づかず、はい、僕はずっとこう、まあよく、なんだろう、最寄り駅と言ったら、まあ、日本橋、人形町とか、そう、水天宮前っていう駅があったりとか、はいはい、あと、まあ、浜町とか分かるか分かんないですけど、はい、とから辺だったんですよね、はい、その辺をまあ引っ越したりもしながらこう、なんかまあその辺で暮らしてたって感じで。ちなみに一回止めていいですか？はい。でそのお父さんお母さんってどんな仕事してたかって言えたらでいいですけど、はい、言えない。お父さん、いや、あのうち複雑で、まあ、これ全然言っていいんですけど、母が再婚してるんですよ。はいはい。で、だから、その再婚相手の方が、まあ、自営業 やってたんで、そう、それでまあその頃は結構、なんだろうな、まあ、今思うと、ちょっとだけ裕福だったのかもしれないですね。うちの母の実家が月島にあったり、だったんで、まあ、母が、その辺が、に住みたかったんですよ、ね。なるほど。っていうのはあったんです。銀座も近いし、なんか銀座も好きだったんで、母。あ、そうなんですよ。なんか高級そうな感じ出てきて。なんかね、ちょっと高級感がね、高級志向というかね。でも全然そんなことなかったんですけど、全然普通の。別に収入とかは別に普通だと思います。普通だったと思います。実のお父さんと離婚をされて、はい、溝太郎さんが実のお父さんとお別れしたのは何歳頃ですか？はい、3歳ぐらいです。あ、じゃああんまり実のお父さんの、記憶ないっていうか、あ、でも、なんか全然ちょいちょい会ったりもしてるんで、連絡も取ってるし、会ってるし、っていう感じで、全然仲良くやってるんで、まあ、逆に僕は実家の、今の実家には、ほぼほぼ帰ってないっていう。まあ、実家消滅したんですよ、僕。あれから。前回のインタビューから。何があったんですか、それ。親がまた離婚して。なんかそこなんだ。熟年離婚。したから、だから僕、今まで暮らしてた場所って、ないんですよ。そもそも引っ越しして転々、まあ、その、同じ地域の中で転々としてたし、で、実家出たら、で、社会人になって実家出たぐらいで、もうその実家も引っ越しておばあちゃん家の方に行ったんですよね、なんか。そう、まあ、いろいろあって。で、そのおばあちゃん家の方の家も、親が離婚して、その、まあ、要は義理のお父さんのものになったんで、今お母さんは一人暮らししてるんですね。だからお母さん家が実家なのかって言われても、僕ほとんどその家行ったことないし。あ、そうですよね、そりゃ。だから、まあ、強いて言えば、おばあちゃん家は結構ずっと、何回も行ったことある場所というか、ちっちゃい頃はおばあちゃんと過ごす時間が長かったんで、母がシングルマザーで働いてた時期あったんで、はい、その時結構ずっとおばあちゃん家にいて、結構おばあちゃんに思い入れ深いですね。おばあちゃん子ですね。え、今現時点でミサさんのお母さんは、はい、結婚してないんでしたっけ？結婚してないです。独身です。
バツに独身っす。ってことですよね。はい、ってことです。なるほど、はいはいはい。お母さん、言っちゃったわ、ごめん。生まれ育ったとこが日本橋って話で。あ、はい、で、まあ、そこは普通に公立だったんですけど、はい、親が結構高級志向というか、まあ、さっきも言ったんですけど、はい、ちょっとこう、僕をエリートにしたいみたいな。あ、今、小学校の話。今小学校の話してます、はい。僕をエリートにしたいっていう気持ちがその頃から母にあって、はい、てかもう生まれた時からあったんですよ、多分。で、塾とかずっと行かされてて。で、小学校受験したけど、まあ、そこは落ちたんですよね、確か。はいはい、で、中学受験も、したんで、そのための勉強を小学1年生からずっと塾に通って、まあ、させられてたっていう言い方が正しいんですけど、はい、まあ、後半はね、僕も行きたいっていう意思が生まれてやってたけど、やっぱ最初のきっかけは母親のエリートにしたいっていう意思があり。で、まあ、小学校はずっと勉強しながら、休みの日たまにサッカークラブ、はい、その地域のサッカークラブ入ってたんで、はい、まあ、そこに参加したりすることもあったんですけど、はい、サッカーは全然上手くなかったんで、もともとその運動系全然ダメなんで僕、体もちっちゃかったし、まあ、今もちっちゃいんですけど、まあ、そんな感じでね、まあ勉強、好きなことといえば、まあ勉強、まあ好きじゃねえわ、勉強は。得意でもないっす。全然得意でもないけど、とにかくもうただただやらされてたっていう感じですね。そう。まあでも、そこに逆らって、もう遊ぶやつもいるじゃないですか。はいはい、なんか親の意思とか関係なく、はい、絶対に逆らって。でも、僕はやってたってことは、まあ、なんだかんだで、やりたかった。やりたかったわけじゃなくて、それを許容してたんでしょうね。なるほど。まあ、母親のパワーもあったけども。ほんと半端じゃないんだよ、パワーが。そうなんですか。ほんとに。もう、絶対にやらせるっていう、実行力。ほんと、実行力半端じゃないです。で、僕もそれ受け継いでると自分で思ってるんですけど、ああ、そう。その、やると決めたことはやるっていう。はいはい、絶対にやりきるっていう。まあ、確かに、やばかったですよ。だから僕がどんなに泣こうが、まめこうが、はい、叫もうが、もう勉強はさせられるんですよ。塾も行かされる。で、反抗して、そのなんか、なんだろう、ちょっと家で、プチ家でみたいな。まあ、数分ですけどね。の、まあ、数十分かな。まあ、小学生だったんですよ。家で、そうそうそう。したりとか、塾帰りにもうテスト結果悪すぎて、もうなんか帰りたくなくて、まあ、なんかまっすぐ帰らず寄り道したりとか、まあそのくらいですよ、僕ができた犯行は。はい、もう本当にまあちっぽけなもんですね、それは。小学生の頃なんてもうただただ机の前に座らされて問題を解かされる日々。ああ、なるほど。で、まあにね、昼夜ずっともう勉強させられて。一日何時間ぐらい？まあ、ピークは8時間とか10時間とか、8時間から10時間ぐらいやってた時もあったし。学校以外で？そうですね。塾で、朝やって、朝1時間で学校行って帰ってきて、まあ、塾行って、塾の時間も含めると、まあ、塾が3時間とか4時間あるんで、あ、そっか。で、帰ってから。帰ってまでやるんですか？帰ってからもやるみたいな。すごい。やばいですよね。そう。まあ、そんな日々を超えて、でもバカなんで、そもそもの地頭が。もうそれでも合格率 5% とかだったんですよ、本当に。5% ってそれ以上下がんないってことなんで。今中学受験の話ですか？中学受験の話してます。で、なんか四谷大塚のなんか全国模試みたいなのあるんですよ、はい。で、そこで合格率みたいなのが出るんですけど、はい、それもなんかもう、本当に合格率、合格しませんみたいな。第一志望。感じだったけど、まあ、なんか奇跡起きて、まあでも6年間ずっとやってましたからね、勉強ばっかしてたから。まあ、その、あれが実ったんですかね。わかんないですけど。だから、ほんとね、入ったら大変でしたよ。入ってから大変。もう、まあほんとに天才の集まりなんで。いや、それは言えないですよね。その、うん、どこに入ったかは言えないですよね。まあ、慶応なんですけど。言って大丈夫ですか？前回では隠したんですけど。
何を危惧してるんですか。なんか確かに何を危惧してるんですか、ね、だから今回もちょっと思ったんですけど、まあ、ただそれはなんかそうなんか今こんな寝なし草、寝なし草ではないけど、私フリーダムな生き方してて、僕ちょっとその学校に学校由緒正しい学校じゃないですか。でも慶応出身のヤクザしてます。あの何回だっけな、住とか、はい、ヤクザのトップとか、はい、結構慶応の人って俺バカなんかバカつい生き方してる人多いイメージ。じゃあまあ別にいいかな。なんかその慶応出身ってことをあの別にひけらかすつもりもないし、なんかそれを大々的に売っていくつもりもないんで、別に隠してないっていうスタンスでじゃあ行こうかなと思います。その聞かれたら言うしみたいな感じの、そう慶応だったんですよ。そうでそのまあ中学で中学から慶応義塾大慶応義塾の中学に入りまして、そうだからもう天才の集まりですよねみんな。だからもうそんな僕なんて本当にもう死に物狂いでやってやらされて、もう本当に気合で気合だけで母親の気合でもう押し入れられたみたいな形だったんで、もう大変でしたね。中学が男子校だったんで、まあお盛んな時期じゃないですか中学なんて。それをちゃんと分かってなくて僕も小学って男子校なんですか。あ、中学男子校と共学と、まあ、2つあるんですよ。まあ、厳密に言うと3つあって、で、僕は男子校の中学に入ったんですよ。そうなんですね。はい、で、まあ、女気ゼロ。で、もう、お盛ん。はいはい。悶々と過ごし、日々、はいはい、なんかこう、勉強ばっかしてて、その時も。で、そんな中学を経て、高校生になって、まあまあさっきもの話とつながるんですけど、マンドリンクラブに入って、はいはいはい、バンドも始めて、はいはい、でなんかまあちょっと彼女もできたりして、そう、まあそこでまあある程度の青春を行いましたね。そうなんですね。なるほど。青春の、はい、青春は過ごさせていただきました。はい、高校でのそのキャラ的には、はい、高校のキャラは、まあ、陰キャじゃないですかね。陰キャなんですか？うん。バンドや組んでるのに？バンドも音楽やってる人って陰キャですから。そうなんですか？わかんない。これ陽キャの集まりかと思ってたんですか？すごいこれ、あの、偏見ですけど。いや、もちろん陽キャの人もいますけど、それはもう本当に、音楽やってるからどうとか、スポーツやってるからどうとかじゃなくて、その人が陽キャなだけであって。なるほどね、そう。僕は本質的にはやっぱいいんだし、あのそのクラスとかも男子校、あそこも男子校だったんですよ。男子校で部活が男女提携してるみたいな形だったんで、やっぱね男子校だからまあいじめとかはないんですけど、まあなんだろうな、すごいまあゴリマッチョなあのスポーツできるやつがやっぱりなんかこう生きる世界でしたね。なるほど、うん、まあ、僕とかはもうほんとマンドリンクラブなんで。いやだから仲いいやつだと視聴数のやつだとまあ普通につるむみたいな、まあまあそのなんかクラス回してウェイみたいな誰かいじってみたいな、お前なんとかなろうがみたいな。ではない、ね、めっちゃそういうタイプじゃない、人間的にも本質的にもそういうタイプじゃないし、やってることも別に全然そういうタイプじゃない。なるほど、はい、なるほど。いう感じで、でもまあ楽しかったですね。文化祭とか、文化祭で歌ったりとか、まあそのマンドリンクラブでは演奏会で演奏したりとか、オーケストラでね、みんなで演奏したりとかっていうの、結構青春でしたね。一つの作品をみんなで追求して、いいものを作り上げるみたいな。オーケストラってまあそういうとこあるんで、なんかそれもスポーツとまた違うとこかなと思ってて、勝負じゃないですか、はい、スポーツは、はいはいはい、でまあチームプレーだけど、まあ、勝ち負けがあって相手をいかにこう打ち負かすかみたいなところが重きだと思うんですけど、はい、やっぱ芸術なんでオーケストラの部活は
のその曲があって、その曲をどういう風に解釈してどういう風に表現するかみたいなっていうところをこうみんなで詰めて、こういいものをどんどん作り上げていくみたいな。だからなんかそういうのの方がやっぱ自分に合ってたんだなっていうのがすごく思いますね今も。その話深いな。そしてだからどっちがいいとかじゃなくて、なんか向いてるか向いてないかっていう、それを見つけられたことがなんか尊いことだなっていう感じですね。今でもやっぱこう人と勝負っていうのはあんまり、ですね、人と勝負本当好きじゃないですね。好きじゃない。なんか人と比べたりするのも好きじゃないから、だからまあちょっと今の話ともつながる、あの今やってることにもつながるんですけど、まあ音楽活動しててやっぱり同じように音楽活動してる人ってたくさんいるし、ライブ配信を、まあ、中心に毎日やってるんですけど、それも同じようにライブ配信をしてる人がたくさんいる中で、やっぱりこっちの人の方が人気だとか、上の方にいるファンがたくさんいるとか、フォロワー数が多いとかってやっぱ数字で出てくるじゃないですか。それどこの世界でもそうだと思うんですけど、なんか僕はそれを基本的に、まあ、見ないというか気にしないようにしてて、その僕の音楽を聴いてくれる人がいる、好きになってくれる人がいる、その人にとって僕の音楽が救いであれば、それが僕の喜びで生きる意味で、それでもう That's all でいいんですよね。いいそれで良くないですか。だって相手にそのあいつより勝ったから何なんだっていうことであって、目の前の人を楽しませられてない方が一番問題だろうと。目の前の人が楽しんでてればそれでもう勝ちじゃんって。で自分が楽しめたらもうそれはもう勝ち組だと思いますし、人生の、そうだから勝ち負けの世界線からあの僕は今抜け出したと思ってます。いやー深っ。いやすごい深い話だな。いやありがとうございます。いやでもそれわかるな。なんかなんか自分が幸せを感じられたらそれでいいし、まあだからその相手をその他と比べて、優位に立つことが幸せな人もいると思うんですよ。だからそれはそれでいいと思うんですよ。でも僕はそうじゃないっていうだけで。あ、分かる。それなんかすごい。ありがとうございます。はい、めっちゃ分かる。そうですね。で、まあそんな感じ。今大学の話したっけ。大学入って、高校までの話ですね。で、はい、高校は部活とかバンドをやってて、はい、で大学になって、まあ、マンドリンクラブ、高校まではマンドリンクラブで、まあ、そもそもバンド軽音部か、はい、が高校になかったから、まあ、軽音部バンドを部活でやるってことができなかったんですけど、高校の頃大学入ってサークルってものがあって、でそのバンドサークルに入って、はい、そこでやっとこう、なんだろう、定期的にライブに出たりとか、こうバンド活動っていうのができるようになって、で、まあそこで歌う機会っていうのもどんどん増えていったって感じですね。やっぱ、カラオケとバンドはまた違うんで、その、バンドで合わせて歌うっていうのが、今思うと、すごく今の活動に生きてて、自分一人では絶対に聴いてなかったであろう音楽をめちゃめちゃたくさん聴けるようになったんで、まあ、ミスチルとかそれこそスピッツとか全然聴いたことなかったんですよ。でもそこでめっちゃコピーバンドとかに誘ってもらって、で演奏する中で自分もなんか好きになってって、で今ライブ配信とかしてるとやっぱリクエスト多いんですよね。ミスチルとかスピッツとかって好きな人多いから、だからそれだけ好きな人が多いこのバンドの曲をたくさん、まあ、自分も好きになれて聴く機会が増えたっていうのは、そう、まあ、自分自身すごい雑食なんで、なんか何でも聴いてみて歌ってみたいっていう。ちょっと一回止めて、はい、どうぞ。ヒップホップとかって聞きますヒップホップ、マジちなみにすぎる話の話。ちなみにだなヒップホップもでも聞くは聞きますよ。そのすごい詳しいわけじゃないですけど、僕フリースタイルバトルが好きで、そう、あの即興で生み出してく、あの才能とセンスと語彙力と、
っていうのが本当にすごいなって思ってて、なんか普通に見てるのが面白いんで、でそこで知ったアーティストの曲とかを聴いたりとかっていうのはたまにありますね。なんか、はい。誰好きなんですか？誰好きかって言われたらちょっと難しいんですけど、最近聴いたのはシャルル。シャルル、うん、音源をすか？音源聴いたんですよ。なんでかっていうと、フリースタイルバトルって、まあ、すげえなって思うだけの人もいるんですよ。はいはい、音源を聴こうと思わない。あで、シャルルさんのバトル見たときに、めっちゃ声いいなと思って。ああ、確かに。そう。で、音楽性がいいなって思ったんですよ、ね。その時のフローとかが。だから、なんか、ちょっと聴いてみたみたいな。あ、なるほど。そしたらめっちゃ良かったです。なんて曲？金返せ。金返せ、金返せ。やばいな、なんか。いや、よかった。ラッパーっぽい曲名だな。あと、エイウィッチとか。エイウィッチ、はいはいはい。とかも、ね、そうそうそう。なんか最近ショート動画とかでも流れてくるんで、ライブ映像とかが。だから、なんかそれで興味持って、見て、めっちゃかっこいいなとか。ナメダルマとか聞かんですか？わかんないな。わかんないです。でもなんか、そもそもの自分の、よく聴く音楽っていうのが結構メロディーのある、メロディアスな音楽が多いんで、で、その中に多少ラップのセクションが入ってるっていうんだったら、まあ、割と、こう、それはそれで楽しめるんですけど、ずっと、そうそう、もうちょっと話して。すいません。ごめんなさい。いや、俺が血の身に言いすぎて、脱線いや、全然大丈夫です。いや、ヒップホップのいいとこは、その人の人間性がマジで一番出るジャンルだと思う。その人が頑張ってることとか、何に熱くなるのかとかっていうのが、一番その曲に出る。そこが、まあ、楽しみ方だったりすると思うんですけど。だからその人のキャラとかっていうのがすごく好きになるっていうのに関係してると思うんですよね。多分、でも僕の音楽聴くときの、その重視してるところっていうのが、まあそこもあるけど、まあメロディーとか、まあ、そこが結構大きい部分もあって、そう、ヒップホップはちゃんと聴かないといけないじゃないですか、歌詞を。あ、まあそうっすね。ちゃんと聴かないと楽しめないジャンルかなって思ってて、そうっす。そう。だから、ながら聴きができないから、できないっすね。そうそうそう。あ、まあ、まあ、そう、だから、ちゃんと、まあ、頭使って集中しながら、聞けるときはいいと思うんですけど、はい、割とこうなんか作業しながらとか、バーってこういろんな音楽を入れることが多いんで、そう、ちょっとね、聞く機会はあまり多くないんですけど。はい、すいません。っていう感じです。ちなみにすぎる話に付き合って。全然全然。で、大学。そうですね、大学入って、まあそういう感じで。うん。で、大学を、そう、卒業して。大学卒業して就職するんですけど、はい、まあそれも僕はずっとこう音楽やりたいなっていう気持ちがずっとくすぶってて、その頃から大学の頃からちょっとだけこう曲作ったりとかもしてたし、やっぱり歌好きだったんで、でも音楽でやってくってなんか口では言ってても見当がつかなくて、どんな感じでやるのかっていうイメージが全く湧かないというか、まあ音楽で食えないなって、そうですねっていう、まあ、感じにだんだんなってきて、音楽で食いたいなっていう気持ちはあったけど、もう全く方法がわからない。で、オーディションとかも受けたことあったんですけど、まあなんか、レッスン料みたいな、スクール料を取られるような、もうほんととりあえず全員合格させて、スクール料取って、それで運営してるみたいなね、そういう会社もあるんですけど、まあ、なんかそういうとこだったり、まあなんかあんまり、僕が圧倒的な多分才能があったら、それでもやってく、なんか、兆しがつかめてたと思うんですけど、やってく、こう、足がかりというか、が見えてたかもしれないけど、そこまでの才能は多分ないから、例えば、ま、今で言う、アドさんとか、なんかあそこまで歌に圧倒的な輝きを持っていたら、やっぱ誰が聞いたって、ってなるじゃないですか。僕はなんか自己分析ですけど、ま、うまいねみたいな、うまいねぐらいだったんですよ。まあその時特に今もうちょっとこう技術も
向上してるとは思うんですけど、うん、だからまあ兆しつかめずで、なんかちょっとそんな中途半端な気持ちで就活の時期に入って、就活も始まったんで、そんなにこう身が入らずで、でもまあ生実家学歴は良かったから、なんかエントリーシートとか通るし面接はできるんですけど、まあそこで大体まあ全然企業研究もしてないし、その就活そもそもなんか就活の仕方がよく分かってないかったというか、就活をスペックでするものだと勘違いしてた。今思うとまあアホな話なんですけど、なんか留学経験があって学歴があって、まあなんかサークルでなんか副代表してて、大学でなんか法律勉強してたみたいなのがあれば、まあなんかどっかしら引っかかるだろうと思ってたけど、でもそんなわけがなくてそれでいけるのはまあ面接までなんですよね。そこでどういう人なのかとか、なんかどのくらいこの会社に入りたいのか、会社に入ったらどういう風に役に立ってくれるのかっていうことをアピールしなきゃいけないわけじゃないですか。うん。それが、の練習もしてなかったし、うん。全然アピールもできなくて。で、まあ、落ちまくり。何社ぐらい？何社？どうすかね。でも少ない方かもしれないですけど、20とか30とか受けたんじゃないですかね。なんか最初は、ほんと少なかったんですけど、数社ぐらい受けて、どっか受かるだろうっていう気持ちで言ってたけど、まあ、あ、やべえ、受かんねえな、全然。慶応でも落ちる。そう。だから、あ、そうそうそう、だから。それなりの、ちゃんとした企業を選んではいたんですか？あ、そうですね、もちろん、大企業ばっか受けてたけど、でも、やっぱ、学歴を、だけを見てるわけじゃないから、向こうも。だ学歴とか経歴ばっか見て、だけを見てるわけじゃないんで、まあそこの会社に入って何するかっていうことが一番向こうは知りたいことなんで、それが全く言えない状況で受かるはずもなく、そう。で、まあなんか、とある会社で、まあそこも大企業であったんですけど、面接官の人が同じ学校出身の人で、で、まあそこで、なんかこう、お叱りを受けたというか、愛の鞭を受けて、全然ダメだよって、みたいな。で、もう一回練り直して、もう一回来て、みたいな。言ってくれたんですよ。で、そこから、まあ、ちゃんと、まあ、やるか、っつって。ちゃんとやって、まあ、志望動機とかもちゃんと練って。で、もう一回受けたら、そこから、まあ、トントン行って、そこの会社受かって、で、そこに就職したんですけど。なるほど。はい。で、そこで、まあ、なんか、前回のインタビューで聞いたんですけど、うんうん。あ、そうですね。いろいろあったっすね。まず、まあ、どの会社かはご想像にお任せするんですけど、はい、一応大企業であるんですか？大企業で、家具で、小売店なんですよ。家具の小売店なんですよ。はい、まあ、わかっちゃうかもしれないけど、そう、ほとんどないからね。でも、で、そこに就職して、はい、小売店なんで、全国展開で、まあ、一年目は絶対に飛ばされるんですよ、地方に。実家からは遠い場所に飛ばされるんで。で、一年目で、僕は東京生まれ東京育ちだったんですけど、宮城の石巻ってとこで、とこに、まあ、赴任して、で、まあそこで、一年8ヶ月ぐらい、勤務したんですけど、もう右も左もわからない中、一人暮らしも初めて、就職も初めて、社会人初めてで、もう何もかも、地方も初めて、もうやばかったですね。で、そもそももう頭が悪いんで、仕事もできないし、なんかもう容量も悪くて、もうボロボロでしたね。で、その時のまあ、その店舗だったんですけど、その宮城の店舗の、まあ、店長に、よくしてもらったというか、まあ、そこでも愛の鞭をいただき、まあ、いろいろ社会人としてというか、まあ、人間として大事なことをこういろいろ教わったというか、そもそもなんか自分で生きてきた、
ので、はい、なんか気遣いとか気配りとかなんかできてるようでできてなかったんですよね。なんか仕事上でお客さんに対して気を配るとかっていうことは まだしも、はい、なんかそれだけじゃないじゃないですか。その社内の人ともうまくやっていかないといけないっていう中で、なんかそういうとこの上司に対する気配り気遣いとか、まあ今の時代結構そういうのなくなってきてますけど、やっぱ言うても目上の人に対してのこう気遣いとか大事じゃないですか、一般的なマナーとして。一般的な、そうそう、だからなんかそういうところとかも、まあすっごい細かいところまで言われたんですよね。そうなんですね。そう、必要以上に。それ今では今でも感謝してるんですか。いや感謝してます。だからその時はなんか、まあ、まあムカついたり傷ついたりしたこともありましたけど、はい、でも多分必要以上に言ってくれてたなって、ああ意識して言ってくれたって思うんで、まあ多分僕のことだけを思って言ってたわけじゃないとは思います。もこう僕をそうした方が自分の仕事がやりやすいじゃないですか。なんか僕の仕事ができるようになった方が自分の仕事やりやすいからっていうのもあったんだと思うんですけど、でも結果的には僕すごくそれによって成長できたんで。俺だったら多分それムカついたままですか。恨んでますけどね。まあ偉いっす、ね、だからその辺がそうですね。そう、なんかその時は全然仕事にもモチベーションがあったんで、なんか、まあ僕はもうその時点で音楽を目指すっていうのは、もう職業として音楽でやっていくっていうのは考えてなかったんで、あ、もうそこで、もう就職したから、もう、選択肢なかったんだっすね。就職しながら音楽やっていく、でも趣味としてやっていくっていうのはいいけど、だってそこで本気で働いてる人がいるのに、片手間でやってるのはやっぱ違うなというか、っていうのは思うし、もうここに就職したんだから、僕はもうこれに一生懸命やるぞって、もう切り替えたんですよ。で、やってたけど、でもやっぱうまくいかない。多分今思うと適性がなかった。頑張ることは僕はできるんですよ。何事も決めたことに対して。でも頑張った時の成長速度とか、発展していく速度って、適性がすごく大きく関わってくると思って、適性があるものだったら頑張った分だけ伸びていく率も高いけど、適性ないといくら頑張っても、やっぱ認められる速度も遅いし、やっぱ自分自身楽しくないし、っていう風になっていくんですよね。で、まあそんな中、まあちょっとこう違和感感じつつも、なんとかまあ西の巻は終えて、その後横浜に行くんですけど、で、横浜の話する前に、はい、適性がないなって思うのは、はい、ちょっと具体的に言うと、はい、例えばどういったことなんですか？なんかそうだな、適性がない、なんかマルチタスクっていうんですか、なんかこれもやってあれもやって、あとはリーダーシップ、人を率いて、なんだろうな、とにかく容量が悪いんですよね。なんか何事をするにも小学校の頃から感じたんですけど、人より遅いんですよ自分で。理由は分かんないんですよね。なんかパソコンの授業とかで全員に向けて先生が話すじゃないですか。でこれはここは次はこうして次はこうしてってどんどん行くじゃないですか。僕だけ理解がやっぱ遅い、理解が遅いのか作業が遅いのか分かんないけど、なんかね、遅いんすよ。もうそれは、しょうがないですよ、もう。仕事も覚えるのが遅いんすか？仕事もそうっすね。覚えるの遅いっていうのもあるし。ちなみに僕は圧倒的に遅いんすよ。3、4倍かかる。一緒っすね。そう。あ、でもそういうとこもあると思います。遅いし、教わったことをまたすっぽかしちゃったり、なんか抜けちゃったりする。そうそう。だからで、この前言ったじゃんって言われるんですけど、まあ、そうだよねっていう感じで。で、なんか、僕未だに疑ってるんですけど、みんなどうなのって思うんですよ。
え、僕だけこれ。わかるです。わかる。わ、はい、かります。え、こんなに抜けちゃうのさ、なんか言って、みんななんで、そうそう、普通に一回で理解できるのって知ってますよ。注意してくる人は、なあんたそんなの、なんでそんなわかんないの、おかしいんじゃないのみたいな、まあぐらいのね、まあそんなはっきりは言わないけど、いやそれはおかしいよみたいな、そんなに覚えられないなっていう感じ言ってくるけど。え、でも、え、本当にみんな、そんなできるのみたいな。俺なんか上司に、なんか注意されて、はい、お前この前も言ったろって言われるじゃないですか。はい、その時に俺、はい、え俺だけなのかな、こいつ俺に嫌がらせのために絶対言ってんだろうと思って、絶対こいつ嫌がらせに言ってんだと思っちゃうぐらい、結構抜けること多いと思う。でもそうなんですよ、最近でも、今の年になって、やったのが、その、はい、全部ノートに書くっていう。あ、それでノート見ながら仕事するっていうと、なんか抜け落ちがするっていう、この今29になって俺は思ったんですけど、でも本当そのくらい、いやでもそのくらいやんないと、そのくらいやんなくてもできる人もいるんでしょうね。でもいるんでしょうね、うん、いるんでしょうね。わかる、その気持ち。でも僕は違うし、なんかそうメモレット言うんですけど、確かにメモレット言いますが、じゃあ全部メモんのかとっていうレベルなんですよ。でも俺もあれですよ、時間止めてでも、はい、ちょっと待ってください、上司に言ってでも、あ、そうしないと俺頭に残んないんで、うんうんうん、いやそれはでも大事だと思うし、上司の人もあそれならっていうなんか納得感がありますよね。あ、忘れちゃうんだなお前はって、でもメモってて偉いなってなるじゃないですか。それで忘れなかったらまあそれでいいし、まあそのくらいやらないとね。そうでもまあそのね、そうまあそんな感じで、まあ、なんか容量悪い。そう、なんか容量悪いんですよ。なんか、なんかね。で、あとはもう性格的にも、なんか自信持ってる風のやついるじゃないですか。なんか、あ、で、それやってきました、みたいな。なんかその、ハキハキ言うやつ。で、僕は、なんか、まあ自分自身、自信がないっていうのもあるし、あの、抜け落ちがちっていうのも分かってるから、その、堂々とできないわけですよ。ちょっとこう、おどおどしちゃう。そうすると、大丈夫かみたいな。こいつで大丈夫なのかな感が生まれるわけですよ、上司からしても。レッテルじゃない。そうそうそう。仕事できないレッテル。わかるわ。みたいな。めっちゃわかるんだけど。そうそう。もう、そのレッテル貼られたら、もう、全部の仕事の関係において、もうそれが全部響いてくるんですよ。わかるわ。同じようか。わかるわ。だから、レッテル一度貼られちゃうと、言われやすくなるんですよね。そう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 。そうそう。もう相手もそういう目で見てくるから。見てくるんですよ。そうなんですよ、ね。なんかまたやらかしたのかなっていう。はいはい、もうそれが、ひどくなったのがその横浜なんですよ。横浜にちょっと映るんですけど。まあ、横浜に映って、で、まあ、横浜でやるんですけど、横浜の店舗は結構石巻と比べて、まあ40代から上の、あのマダムたちがちょっと多かったんですね。その同じ職場のパートさんで。マダムたちが多くて、マダムたちが強いんですよね、ほんとやっぱ。強い。で、さっき言ったようなそのレッテルをまず貼られますと。もうそこはもう前提でも貼られるんですけど。ね、貼られてからもうね、大変ですよ、もうすべてにおいて。もうなんかで、ね、僕一応社員じゃないですか。はい、一応ね、なんか上の立場というか、会社の意見を上からじゃないですよ。僕、上から嫌いなんで。で、上からの社員さんもいるけど、これやってください、やってください。あ、どうぞどうぞ。でも、そういう人の方が、なんか、会社的には重宝されるというか、まあ、そう。で、結果的には出世していくんでしょうけど、僕はなんか上から言うの苦手なんで、なんかやってくれませんかみたいな感じなんですよ。で、これどうですかとか、なんかそういう同じ目線で仕事したい。で、同じ目線で仕事したいって僕は行くと、ここぞとばかりに上に立とうとするわけですよね、このマダムたちが。なるほどね。ちなみにマダムは全員バイトさんですか？バイトさんです。で、マダムたちが、その、こう、上から、はい、いろいろこう、上からのスタンスですよね。接し方も仕事でもそうだし、コミュニケーション、はい、単純なコミュニケーションとかもそうだし、そんな感じでね。まあ、大変でしたね。陰口言われたりとか。ああ、そうなんですね。まあ、あいつはダメだ、みたいな。でも、もう、そんな環境の中でやっぱ仕事してるんで、やっぱ楽しくないですね。はいはいはい、そもそも適性がないから、
まあ、音楽の方が楽しいし、あんま楽しめてない状況で、そう。で、そのくらいで、ライブ配信を始めたんですよ。そう。働きながら。で、それはなんか、高校生の頃の同級生が、ライバー事務所を立ち上げた。ライブ配信のライバーさんたちを、こう、まあ、マネジメントするような、はい、事務所を立ち上げたっていうんで、ちょっと やってみないかいって言われて。え？メゾさんの同級生が、はい、起業したんですか？そうですね。ポコちゃん。あ、そうです。ポコちゃんの事務所を立ち上げた。ポコちゃんを起業したんじゃなくて、ポコちゃんと契約をして、そのライバーのマネジメントをしてる事務所があるんですよ。なんて言うんですかね。要は、ココチャっていうプラットフォームがあります。そこではライバーさんがいて、リスナーさんがいて、リスナーさんたちがライバーの配信を楽しんでるんですけど、そのライバーさんたちが、より、配信、ココチャの中で上を目指せるように。まあ、要は収入を上げていけるとか、そう、自己実現、こう自分の目標って、そう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 。芸能事務所みたいな感じで、自分の目標を叶えられる手助けをしますよっていう事務所が、まあ、何個もあるんですよ。で、僕もその同級生がその事務所を立ち上げたんで、誘われて、その頃からその曲を作って YouTube に上げるみたいなことをちょいちょい定期的にしてたんで、で、それを見て誘ってくれて始めたっていう感じですね。で、はい、一番最初の本当の最初の最初は YouTube を上げ始めたっていう一番最初なんですか？一番最初は本当に横浜で働きながら、いやもう石巻の頃から、もっと言ったら大学生の頃から曲作ってなんか YouTube に上げるみたいなことはしてたんですよね。あ、そうなんですか、はい、じゃあそれは就職してもそれだけは続けてた？あ、そうですそうです。なんかそれがなんか多分ささやかな僕の中にくすぶってる火がちょっとだけまだ燃えてた。音楽やりたいっていう。でも、やっぱ、90% 以上は会社に、会社の仕事に対して、モチベーションがあったんだけど、まあ、90% ぐらいかな。でも 10% ぐらい、音楽をやるのがやっぱ好きだったから、歌をアップして、まあそれを聴いてくれる人がどっかにいないかな、みたいな。そういう感じで上げてた。で、やっぱそしたら、そういう風に声かけてもらえたもなんか縁ですよね。ですよね。うん。だからその、それがなかったら、そう。だから完全に 100% 仕事にしなかったからこそ、まあ、きっかけが一つ生まれたのかなっていうところでもあるんですけど。そう。で、そこで誘ってもらって、始めて、やっぱ配信楽しくて、で、仕事はうまくいかない。配信楽しいって日々が続いて、やっぱ休みの日とかも、カラオケに6時間ぐらいフリータイムで入って配信する。で、仕事も8時ぐらい、ん？ 6 時か7時とかで上がるんですけど、もう上がったらすぐ帰って配信つけて、ちょっとだけ配信するとかっていう生活を続けてて。で、ある時、その配信の方で、まあ、イベントに出て、で、その月の収入が、ちょっと跳ねたんですよね。どのくらいだっけな。でもそれでも、10万円とか、だったんですけど、確か。10万。うん。10万か20万。ちょっと、そこ、違い大きいんですけど、ちょっと忘れちゃったんですけど。1回の配信で。あ、1回の配信。あ、多分10万とかです。はい。で、まあ、全然それでも生活できるレベルではないですけど、でもなんかその、僕にとって大事だったのは、大きかったのは、自分が歌う。まあ、曲を作って歌う。で、聴いてくれる人がいる。楽しんでくれる人がいる。で、それでお金になってるっていう状況が僕にとってすごく、なんかまあ、大きくて、そこでいろいろ考えさせられて、あ、大丈夫ですか？大丈夫です。いや、風が。はい。ちょっとマイク。まあ、考えさせられて。はい、で、まあ、ちょうど仕事もうまくいってなかったし、ちょっと音楽でやってみようかなと思って、そこで思ったんですよね。それが大体横浜行って1年ぐらい
経つぐらいの時に思って、で、辞めて。なんか、それまでも、ちょいちょい働きながら、月1でライブに出たり、ちょっと路上ライブでやってみたりとか、っていうのをやってて、何回かやって、で、ライブに出ると、やっぱ落ち込むんですよね。なんでかっていうと、他の出演者さんたちが本当にすごすぎて、なんか、世の中に広く知られてないけど、こんなにすごい人たちがたくさんいるんだって思って、大丈夫そう、大丈夫です。そう。っていうことを思い知らされて、自分全然下手くそじゃんって思ったんですよね。なんか、それまではある程度自分って、才能もあるし、歌も上手いし、曲もいいって思ってたんですよ。でも、全然ダメじゃんって思って。っていうのも、なんかこう積み重ねですよね、いろんなことが。配信で、ファンの人ができる。仕事はうまくいかない。ライブで、打ちのめされる。っていう日々が続いていく中で、やっぱり、本気で、やりたいな。で、まあ辞めたんですよね。なるほど。はいはい。じゃあ辞めてからの話。そうですね。辞めてからは、最初は本当に、まあ、今思うと、マジで、全然、なんだろうな。誰にも知られてないし、今よりも。その前に、はい、辞める段階で、はい。ポコちゃんの、はい。給料って、はい。辞める前、辞めようと思った決意した段階で、はい、月いくらぐらいもらってたんですか？でも、その時で、月5から10ですかね。5から10じゃないですか。はい。会社からの給料がなくなったら、はい、5から10で暮らしていけないじゃん。そうですね、それだけでは。例えばそれが、ココちゃんが30万円月稼げました、うんうん、辞めるのとは分かんすよ。はいはい。僕は今それがしたくて、やってるんですよ。なるほどなるほど。だけど、5から10で辞めるっていう決断って、はい、食いぶちの当てはどうしようと思ってますか？いや、もうそんなのは、っていうか、働きながらまず、30まで、30万とか20万とか、20万とか30万稼ぐの結構時間かかんなって思ったんですよね。で、働きながら、今のフルタイムの仕事を続けながら。なるほど。それだったら、辞めて自由な時間を増やして、まあ、その分配信時間増やしてそっちの収入を上げていくと並行してまあバイトもしていくみたいな。その二本柱でやっていってもいけんじゃないかなって思ったのもあるし、あとはまあ一刻も早く会社辞めたかったっていうのはありますね。その時の環境は結構しんどかったんですよ。マジでマジでそれほどにしんどかった。ちょっとそこの話もちょっと一回止めていきたいんだけど。いやーでもなんか、あんまそれ言うと、いや全然いいんですけど、ただただしんどかったとしか言えないんですよね。なんかおばちゃんに、そうそうそう、言われることとか、おばさまに陰口を言われること、うん、とか、なんかあとは本来ギスギスしてたみたいな。そうで、あと一番なんか嫌だったのは、本来味方のはずのなんか上司って社員じゃないですか。よし。そう。その社員も一緒になって僕のなんか悪口言うみたいな。だ味方がいないみたいな。まあ一応、まあなんだろう。いたかな？いやでも ほんといなかったんですよ。いなかった瞬間あったんですよ。結構移動の激しい会社なんで、上司変わったぐらいでちょっと楽になったんですけど、まあその時にはもう辞める決断してたんで。なんかこう、明らかにもう、意地悪だろみたいなことされるんですか？なんかね、そうっすね。あとは、僕、反論できない、反論しにくい立場じゃないですか、その若手社員で。まあそうっすね。その上司に対しては、なおさら、はい。で、言われてて、で、実際僕も、僕が仕事できなくて怒ってることではあるわけですよね。なるほど。そう。だから、何も言えないわけですよね。でも、なんか、その、ずりーなって思うのは、要はその、仕事できないゆえのことと、意地悪なことを混ぜて、混ぜてくるわけですよね。みそさん。
死ぬほど共感できます。だからこっちは反論しづらいけど意地悪だよなみたいな。わかるわ。ほんとそれわかるわ。そうそうなんですよね。え、そんなこと別に言わなくていいじゃんみたいな。そう、言わなくていいじゃんなんだけど、まあ確かにそうではあるみたいな。まあでもあるわ。そうそうそう。難しいっすよね、まあ、僕はもう常に反論するんですけど。まあでもでもまあ反論虚しいっすよね。なんかそのできてない部分も至らない、至ってない部分もあるわけだから。それがね、完璧に仕事できるやつとかだったらいいんですけどね。なるほど。完璧に仕事できるやつ、もしくは愛されるやつ、そういうおばあちゃまからも愛されるやつ。そう、だから僕割と今はその世代のマダムの方々から愛されてるんですよ。自分で言うのなんですけど、愛されてる方だと思うんですよ。要はファンの方々ですよね。そう、ファンの方は僕の音楽が好き で配信が楽しくてファンになってくれてる。だからまあこれね、なんだろう、こんなこと言ったら最も子もないですけど、その頃はミスしました、抜けてます、仕事できないやつ、ムカつくって思われちゃうんですよ。でも環境が変わったから、抜けてる僕は変わってないけど、環境が変わったからそれがむしろ可愛いとか愛される要素になってるんですよ。なるほど。ああ、可愛いって言ってすいませんね、自分のこと。でなんかそれはもうなんだろう、忖度なくというか包み隠さず言いますと、はい、そういうことだと思うんですよね。だから別に自分自身が変わるっていうのもある程度無理ない範囲でね、変わることも大事だけど、一番大事なのは環境なんですよね。すげえいいこと言いますよ。これ視聴者の人は結構の学びだと、これをすごい思うのは、はい、それに関して思うのは、はい、ADHD ってあるじゃないですか、はいはい、ADHD って例えばミスめっちゃするじゃないですか、はい、だからその職場ではこう、その環境では労働者としてはちょっとまずいけど、なんかこうアイディアが浮かぶじゃないですか、だからクリエイティブな仕事に関してはすごいいい、だからその環境によって自分が変わるんじゃなくて環境を変えるのもありだよってこと言ってるんですよね。そうですね、めちゃくちゃいいこと言う。そうですね、今僕も腑に落ちました、自分で言って。すごいいいこと。これ今の聞いてなんか生き方でヒントになってくれる人多分いると思うんですよね、うん、かもしれないですね。だって僕のファンの方で、いや仕事場で会ってたら絶対嫌われてたんじゃないかなっていう人たくさんいらっしゃいますもん。でもそれは求めてるものが違うから、その人が求めてるものは、今は僕に求められてるのは歌でありエンターテインメントだから、だからその上では問題にならないんですよね。そう、まあなんかライブ突っぽかしちゃったりとかいうレベルになってきたらちょっとやばいですけど、でもそれもなんでそういうことが起こらないかって言ったら、自分の好きなことだから、やりたいことだからすっぽかさないんですよ。ライブの日程もなんかレコーディングの日程とかも、そういうのはちゃんと管理できるんですよね。なるほど。そう、でも仕事、その時の仕事はめっちゃ前向きにやりたいかって言われたらそんなことない、生活のためにしてたことだから。そうですね。あともう一個聞いていいですか。はい。その大企業ではお給料はいくらもらってたんですか。あ、でもそれも本当20いかないぐらいですね。そうなんですか、うん、まあでもボーナスとかもあったんで、それでちょっとまあ年収としてはちょっと手取りで20いかないぐらい、手取りで20いかないぐらいですかね。いやー、慶応卒業してるもん、うん、そんなもんですよ。多分同級生とかは、同期とかは多分メガバンクとか商社とか五大商社とか入ったら多分いろいろ、まあ世界飛び回ったりとかねしてるやつもたくさんいるんで、全然は比べ物にならないと思いますけど。でもね、あの家具屋さんは大企業なのにね。なんかそうですね。まあでもそんなもんじゃないですか。そんなもんなん。うん。まあまあ。まあだ多分その出世したらね、またどんどん上がっていくんですけど、もうその前に辞めちゃったんで。最初やっぱ下積み誰でもあると思うんで。だって僕が勤めてたなんて3年いかないぐらいだから、まだ給料もそんな上がってなかったんで、はい。でまあ辞めて5万10万しかない、うん。はい、保護者で収入がない状態で、でまあバイトやろうとは思ってはいたものので、辞めてそっから、はい、もうこれも捨てる神あれば拾う神ありというか、
あの、その前職の家具屋さんで、の先輩が先に辞めてたんですよ。はい、先に辞めてた方が、今働いてるっていうところに、バイトとして働かないかって言われて。で、そこは全然業種違って、IT 企業で、その頃コロナがちょうど、こう、猛威振るい始めてて、リモートワークに移行したぐらいの時期で、で、だから、家でリモートワークでお問い合わせ対応とかをするような仕事に、まあ、バイトとして、あの、つくことができて、で、プラス、その、ライブ配信の収入っていう感じで最初やってたんですよね。で、でも、やっぱ、本気で音楽やれって決めたから、まず CD 作りたいと。で、曲はいっぱい、もう曲はあったんですよ、その時。だから、とにかくもう CD を作ろうと。いうことで、クラウドファンディングを、立てまして。で、その、クラウドファンディングを立てる段階で、はい。立てる、段階は、会社を辞めてからどのくらいの期間が経てるんですか？もう4月から始めたんで、もう1、2ヶ月ぐらいで始めました。だってでも何にもまだ実績もなければ、はい、でもポコちゃんで配信はしてたけど、ポコちゃん配信してたぐらいで何にもない、実績もないって感じだったんですけど、ただポコちゃんではじゃあそれなりにこうフォロワーいたりとかしたんですか、その段階で。まあいたっちゃ いましたけど、応援してくださる方もね、今と比べたらまだ少ないですけど、いてくれてはいました。でももう、でもその方々の支援だけでは、到達はできる見込みはなかったけども、そうっすよね。目標金額が、70万だっけな。だったんです。60万か70万なんですけど。ファンがいろいろついてから、でも、僕は結構そういうことも多くて、まず行動しちゃった方がいいと思うんですよね。だから行動して、じゃあ行動したらもう逃げられないんですよ。ライブやるって決めたら、もうやるしかない。ライブハウス押さえたらもうキャンセル料がかかっちゃうんで、とか、もうクラファンやるって決めて告知したらもう引き戻れないんで。だから、そしたら思考が、どうしたらできるかっていう風に移行していくんですよね。で、まあ、とにかく自分で調べたりして。で、そうすると不思議なもんで、引き寄せの法則で、さっきのバイトに誘ってもらったとかもそうなんですけど、辞めたらバイトの声がかかるとか、で、クラファン やるって決めて告知したら、クラファンの会社に勤めてる、その僕の同級生、中学からの同級生が連絡くれて、いろいろ教えてくれたんですよ。こうしたらいいと思うよ、みたいな。で、いろんな人にとにかく熱意を持って、こう、連絡をしてみると。で、一人一人に、こう、どうしても達成したいという思いを伝えていくといいよ、みたいな話を聞いて、そこからはもう毎日、連絡をしまくって、多分200件ぐらい。聞きまくったんですか、クラファン。とにかく、その、いや、クラファンについて聞いたんじゃなくて、もうこういうクラファンを立てましたと。もう、その時はもう指導してて、募集を開始してたんで、始めました。会社員辞めて、こういう思いで、僕はこれから音楽に対して本気でやっていこうと思ってます。で、まずは CD、アルバムっていうのを作りたくて、絶対に達成したいです。で、まあ、お金をね、お支払いいただくことなので、すごく、まあ、頼みづらいものであるんですけど、でもどうしてもそれでも達成したいので、ご連絡させていただいてます。もしよかったらでいいんで、もうそれで別に全然しなくても大丈夫なんで、よかったら応援してくれませんかっていう感じで連絡をその一人一人に送って。どんな人に？もうそれも本当に小中高大の同級生、先輩、後輩、会社の上司、後輩、同期、それから、大学生時代バイトしてたんです。バイトのしてた人、バイトのまあバイト仲間、まあ、もちろん家族とかもそうなんですけど、もう自分の今まで人生で関わってきた人全員に連絡するっていう勢いで。だって別に失うものないから別に僕それでなんか
嫌われる可能性ってもしかしたらゼロじゃないかもしれないけど、でもそれで僕のこと嫌いになってしまう人は多分そもそもそんなに好きじゃなかったと思うんですよね、僕のことってくらい。なんかその僕は別に自分のことを、なんだろう、壁を作って人間関係を作るタイプじゃないんで、常にこうオープンなんでなんか分かってくれるっていうのはちょっと信じてました。なるほど、うん、で別にその上で今余裕がないとか、別にそこに対しては別に魅力を感じないとかであれば別にそれ無視でもいいし、でも別にその人との交友関係が切れるわけじゃないし、何も失うものはない。だからもう全員に送りました。そう。それでいくら？それで80万円ぐらい集まって、で本当にね、多分半分くらいはね、反応くれたり支援してくれたり したんですよね。そう。だからその時にすごく僕気づかされて、こんなにたくさんの人に僕って支えられて生きてきたんだって思って、だからもうほんと容量悪いし頭悪いしなんか仕事できないけどもういいと思いましたね。まあ今でも思ってるんですけど、別にそれでいい、これだけなんだろう、たくさんの方と仲良くさせてもらって繋がれて、おー怖がってる。ボール加えてるから吠えれない。俺絶対犬に吠えられるっていう特技を、逆特技を持ってて本当にすごいですよ。俺逆に吠えたくない。そういうことか。そんなことなかなかないんだけど犬に絶対嫌われるんですよ。まあいいや。何でしたっけ、仕事はできなくてもいいやつ。そう仕事で別にできなくてもなんかそれでもまあなんだろうな、僕にとって大事なのはそれじゃないから、まあそれで人に迷惑をかけてしまうのは良くないから、だからまあさっきも言った環境を変えるっていうのが必要だとは思うんですけど、なんか仕事してた時は仕事できない自分には価値がないとか、仕事できないからダメな人間だみたいな風に思いそうになったけど、まあ思いがちじゃないですか、その世界で生きてると。でも別に世界はもっと広いから、そんなとこが自分、そんなとこで自分の価値って測れない。うん、自分の価値を決めるのは自分だから。やっぱりどんどん熱くなって。これはすごいいい話だな。そうですね。だから自分で、うん、行動することが大事だと思うんで、うん。なるほど。そう。だから本当に、その時に気づいたことですね、それが。今までの、なんか人間関係ってすごく。すごいですね。なんか、そう、なんか僕に抱かれてた印象ってそこまで悪いものじゃなかったのかなって思うっすよね。そう、仕事自分できなくて、そう思ってたのに、思ったけど、いざ蓋開けてみたら半数以上の人がこう、こんなに助けてくれる人がいるんだって声上げたら、それそうっすね、うん、本当に嬉しかったし感謝しかないっす。だからもしかしたらクラファに限らず、やっぱ普通に生きてる人とか、多分例えば俺とかも、俺はないと思うけど、いや、まあ普通に生きてる人とかも、うん、もしかしたら見方変えれば、そうですね、人から思われてたりとか、うん、絶対になんか積み上げてきたものは絶対にないわけないんだから、人生生きてて、それが何なのかっていう、でそれでどうやってこう自分がこう楽しく生きていく方法を見つけられるかっていうんですよね。でもみそさんのそう人間性もあると思うんですけどね、まあ、いやーどうなんですかね、誠実だなって俺はすごいまあそれがあって半数以上の人がまあそういうミスさんのあれを見て支援してくれたってのはあったんですよ。まあでも、まあ、迷惑かけたりしたこともたくさんあるんで、そこは大きくうなずけないところなんですけどまあそう、はい、でまあ集まって、はい、で CD 作るプラスライブしたんでしたっけ。そうですね、 CD を作って
4月から2020年の4月から6月で4月から6月で募集して80万円を集めて、でその金額で、CD を作って、2021年去年の2月にワンマンライブをしたという感じですね。で、まあその活動してるぐらいで5月ぐらいで俺に引退を受けてって感じですか？そうですそうです。あ、で、じゃあその去年の5月から今のこの1年間、はい、どんな感じの変化が、はい、そうですね、そのリアルビデオ価値観の変化でも、はい、行動の変化、そうですね、いろんなことが変わってって、そのぐらいのリアルビデオさんのインタビューいただいたぐらいの頃から、まあ、ちょっとずつこう応援してくれる人も増えてきて、うん、そ、まあ、やっぱ要は CD をリリースしてサブスクでも配信してっていう風になってくると、まあ、自分の中でもちょっとずつですけど自分アーティストだっていう自覚が持ててきたし、そのなんだろうな、もう一言じゃ言えないんですけど、こっからはなんかアマチュアの歌好きな人からこうプロフェッショナルに自分の精神が変換してった一年だったなって今振り返ると思ってて、正直それまでは社会人気分が抜けてないというか、その学生気分が抜けてないと同じように、その会社員気分が抜けてないというか、どういうことですか？それ詳しく聞きたい。なんだろうな、要は会社員やりながら音楽やってたわけですよ、ライブとかも。だからその延長みたいな意識がちょっとだけやっぱまだ残ってて、なんかなんて言ったらいいんだろうな、まあ、会社員気分が抜けないのは、うんうん、そんな悪いことじゃないと思うんですけど、なぜかというと、まあ、ちゃんと人に気遣いしてる、まあまあまあ、そういうとこはもちろん大事だし、ずっと残ってた方がいいと思うんですけど、そういうとこっていうよりはライブのやり方とか配信のやり方っていうのが、まあその一般の、まあ、要はなんて言ったらいいんだ、アマチュアの延長、はい、みたいな。セトリとかもセットリスト、その日やる曲、ライブでやる曲とかも、その日に決めるとか、そのライブハウスに行って決めるとかいうのも全然あったんですよ、その辺の1年前とかは。それはなんか別にそこのパフォーマンスが良ければいいでしょって思ったから、歌が上手くて曲が良かったらパフォーマンスが良かったらいいでしょって思ってたり、あとはなんだろうな、ライブとかもなんか積極的に集客するっていうよりは、自分の音楽がいいって思った人が来てくれればいいとか、とかなんですかね、そう、配信とかもなんだろう、ただ自分がこうしゃべります、歌います、で、まあ、歌をいいと思ってくれた人が投げてくれればいいでしょっていう、まあ、考え方だったんだけ ど、だんだんそこが変わっていったのは、例えばライブだったらライブに時間とお金を使って来てくれてる人がいるわけだから、それはもう一つの商品だと。で、商品をその場でその日に作るってありえないよな、本来時間とお金使って見に来てくれるわけだから、どんなことを伝えたいのか、その場に来た人がしっかり感動して楽しかったねって言って帰ってもらえるようなライブをしないとプロ失格だなって思って、いうのに気づかされたんですよね。やっぱそれはいろんなライブをしていろんな演者さんを見てきて、やっぱ自分よりすごいなって思う人はやっぱそこは違う、ちゃんと考えてライブをしてる。だからその場その場で思いついたことを喋ってるっていうよりは、まあ、台本に起こすまではしなくてもちゃんと何を喋ろうかっていうのを考えているとか、どんな動きをするかとか、なんかその動きとかもなんか、そうそうそう、やっぱ目で楽しむ部分もあるから、ライブっていうのは耳だけじゃなくて、例えばなんか台に片足乗せて歌う人いるとか、ああとか、まあそういうことですし、そう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 、とか
まあ、なんか歌詞に合わせてジェスチャーをするとか、まあ、細かいことですけど、そこまでこだわってんすね。なんかその辺もイメージですよね。イメージしてるかしてないか、その場で考えて、いや、セットリストを決めてやるってなるとそれができないじゃないですか、そんな短い時間で、はいはい、でもそれをちゃんとどの曲をやるから、この曲の前はこういう MC をしてとか、この曲の感想ではこういうことを言ってとか、っていうのをなんとなくイメージしてるだけで全然あのお客さんの感動も変わってくると思うし、なんかそういうところを考えるようになったとか、あとはまあそのファーストアルバムを出してワンマンライブをしてから、次の作品にまたすぐ取り掛かったんですけど、まあそのためにもお金やっぱ資金がかかるので、経費がかかるから、やっぱり音楽でもっと収入を増やしていかないといけないっていう中で、まあ、CD をしっかり売ろうっていう、あとはまあグッズだったりとかっていうのも一つ収入源には なるので、それもいいものをやっぱ作って、やっぱ買いたいってみんなが思うものを作りたいなとか。そしたら、うん、あ、販売してます。あの、例えばまあ T シャツとかスウェットとか、この前発売、あの、販売したのはそのスウェット、 T シャツ、ロング T シャツ、あとまあエコバッグとか、まあそんな多くはないんですけど、まあそんな感じで。そのちなみにその売り上げはどうなんですか。どうでしょう。グッズの売り上げはちゃんとこう作った分は上回って、ペイして、まあちゃんと利益が出てる状態にはなるんですけど、まあそんなすごくたくさんあのいただいてるわけではまだないんですけど、まあそういうのもね、ちゃんと売れたらその人は買ってそれを着てね、楽しんでくれるし、自分自身も次の活動の経費にできるし、なんかそうやってやっていくことで、あ、ちゃんと音楽でメジャーデビューとかしなくても生計をまず立てられるなっていうのに今だんだん気づいてきて、その上でやっぱ続けていかないとメジャーも何もないんで、僕の目標は、ここで目標の話唐突に始まるんですけど、あの、こういう街行く人たちがみんな僕の曲知ってるような状況、まあ、日本中に知らない人がいないアーティストになるっていうのが目標で、僕はそれ社会人、会社員辞めた時にそう言ってたんですよ、言葉で。でも見当もつかない、その時はそのビジョンが見えてなさすぎてとにかく漠然と言ってたんですよ。でそっから1年経て、だんだんその目標が言えなくなってったんですよ。それはだんだん分かってくる、自分の実力とか、そのもう分かってくると全然まだまだ遠いなっていうのいうふうに思えてきて、じゃあなんか絶対叶わないような途方もないことを言っててもなんか意味ないなというか、なんだろう、それよりも CD 売り切るとか目下の目標を、まずあとは音楽だけで生活していくとかっていう方に自分の目標も吐く言葉も変えた方がいいなって多分無意識に思って、あんま言わなくなったんですよ、はい、その日本中知らない人がいない、アーティストになるっていうことを言えなくなったんですけど、で最近はまた言えるようになってきて、っていうのがなんかちょっとずつ見えてきたというか、その日本中に知らないアーティストが、知らない人がいないアーティストになるっていう目標が叶えられそうっていうわけじゃないんですよ。でも叶えられる可能性のあることをし続けることができるっていうビジョンが見えてきたというか、続ける道筋が見えてきた。その頃は続けることもままならなかった。そもそも、いや、知らないアーティスト、知らない人がいないアーティストになるも何も、まず日々の生活で宿泊してんのに何がそんな目標なんだよっていう話だから。で今はある程度この配信の収入とかライブの収入とか、まあバイトも含めてある程度その自分の生活を担保しながら新しいことに挑戦できるっていう余裕が出てきてるから、だからこれを続けていければそれは夢じゃないなっていう、なんかその
不可能じゃないなっていうふうに思えてるから最近は言えてるんですけど、っていう感じで何の話してたんでしたっけっていうことに気づいた1年間だったっていう感じですかね。なるほど、うん、小さいことからコツコツやってったら、うんうんうん、またその街の人が知らない、そうですね、誰も知らない人がいないアーティストになるっていうのが、また小さいことをコツコツ積み重ねてったからこそまた見るようになったっていう、うん、そうですね。で、まあ、またメジャーデビューっていう方法にこだわらずともこれ続けていけるなって、うん、まずそれでもう僕の人生はプラスなわけですよ。僕は歌うことが大好き、人に楽しんでもらうことが大好きっていうのがあるわけだから、それができてるんですよ今。めっちゃ幸せなんですよ。で、それでいいんだけど、でももっと知ってほしいし、やっぱりこんなに僕が自分の曲いい曲だと思ってるから、こんないい曲あるんだよっていうのを今街行く人にも知ってほしいから、だからやっぱそれは続けていかないと叶わない、もっともっと広げていかないと叶わないから、でも広げていったり続けていくことができそう今。いや、それもすごい思うのが、はい、一昔前で音楽で食っていくってさ、メジャーデビューしかなかったわけじゃないですか、ですね。でも今の時代すごいなって、そうですね、それ以外にもポコちゃんなり、うん、YouTube なりそうだけど、うん、いろんなね、うんうんうん、だからありますね。時代がすごい変わったなって。そう。それはすごくいい時代だなって思います。いい時代だったんですよ。うん。だから、やっぱり。まあでも、メジャーデビューできるんだったらしたい。もちろん、もちろん、したい気持ちはあります。だからメジャーデビュー、なんか、メジャーデビューは、メジャーは別にいいんだよ、みたいな。ことを言う人もいるんですよ。メジャーより、俺の自由な音楽を追求していきたい、みたいな。はいはいはい。いや、メジャーデビューしたことないですやん、って思う。なるほど。してでも自由なことできないんだ、これ。じゃあやめるわ。だったらいいんですよ。なるほど。一回して、はいはい。だったら、そしたら、一回知れ渡るじゃないですか。知れ渡ってくれたら、もしかしたらこの中の100人いたら、一人は僕の曲知ってる人がいるかもしれない状況になるわけじゃないですか。すげえことじゃないですか、それ。あ、あの時ドラマの主題歌だよね。もう今、あの人何やってんだろうね。でも知ってる、すごい、あの時聞いてた。で、いい、でもいい。それでもファンじゃん。はい、その人。全国にファンが作れるって、やっぱメジャーデビュー以外の、では考えられないと思うんで、まださすがに。なるほど。もしくはまあ YouTube ですごいね、あの知名度上げるとかでもいいけど、最終的にはやっぱメジャーから話が来る形になると思うんで。いやでも今話聞いててすごいな。なんか本当でもそれを最近も俺も思ってて、なんか YouTube が、はい、俺が就職するときにはなんか本当に労働者になるか、はい、でフリーターになるかみたいな。はい、今はね YouTube なりライブ配信なり。そうですね、この前も今日もニュースで見たんですけど、インスタで80万稼いでやついた、うんうんうん、そういうこと、今小学生で起業したりとかして、はいはいはい、すごいなんか多様性が認められて、次回で、そうですね、食いぶちがすぐ確保されて、うんうん、面白い世の中になって、そうですね、やりたいことできるっていうのはいいですよね。やりたいことできる、そうです、すいません、なんか俺の、いやいやいや、全然僕も同感です。はい、でそんな1年間で、まあ、夢もさっきおっしゃった感じで、はい、はい、そんな感じなんで、なんで今の夢はそういうようなあの日本に知らない人がいないアーティストになるという夢です。ありがとうございます。はい、で最後じゃあ逆に、これも困るかもしれないですけど、はいはい、なんかこう視聴者に伝えたいこととか、伝えたいこと、言いたいこととか、言いたいこと、逆に話したいことってありますか？うん、あれば。まず一番は、ぜひ一曲でもいいんで聴いてくださいっていうことなんですけど、僕の音楽聴いてほしいっていうのと、で、なんでじゃあ僕音楽聴いてほしいのかって言ったら、自分が楽しいっていうのはもちろんあるんですけど、でも、なんで楽しいかって言ったら、やっぱ聴いてくれる人がいるからで、僕の音楽聴いて、一番嬉しいのが、やっぱ、その音楽聴いて元気になりましたとか、今日も癒されに来ましたとか、配信で言ってくれたり、頑張れますとか、その曲聴いて頑張れますとかって言ってくれる時が、いや、ほんとやっててよかったなって思うんですよね。で、僕にしか歌えない曲が絶対あるんですよね。その、さっき、今まで今日ずっと話してきた経験をした僕だからこそ、歌える歌があると思ってて、あの時、どこかで、一歩でも違うことを選んでたり、例えばその大学から就職しないで、
音楽だけやってたとか、それもすごく根性いることだし、それはそれで成長してたと思うんですけど、でもあの時就職したからこそやっぱ生まれる曲とか、やっぱ僕みたいになんかうまいこと生きれないずになんか苦しんでる人にもなんかこう救いになるような曲が僕は書けると思ってるし、だからなんかそういう音楽がその人たちに届いてほしいなとも思うし、それを聞いた人がなんか僕みたいになんかその環境をからね少しでも変わってね、環境から抜け出すとか環境を変えるっていう今日言ったようなことをね、僕と同じようにして、その人にとってそれがいいか悪いかはわからないけど、なんか人生変わってくれたら、救われてくれたらね、それすごいことじゃないですか。本当にとんでもないことだと思うんで、それだけで僕やってる意味があると思うんで、はい、ぜひ何か感じるものがあればいいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに俺はみそ太郎さんのダイバーは、はい、結構好かれました。めちゃくちゃ刺さって何回も聞いたし。でダイバー歌いますか？あじゃあお願いしますか。え？ああ今ですよ。はい。あじゃあお願いします。ギター弾きます。お願いします。ここで、はい、大丈夫なのかな？あえ僕大丈夫。僕は大丈夫。じゃあ俺も大丈夫。OK です。お願いします。She ain't been giving up. 光刺さない in the future. How many times you try to sleep it out? But there's nothing, nothing I can hold. 片付くほどにまとわりつく泥水の中とらわれてそこらし恐怖の沼で I'm losing, losing, losing myself 君はダイバー無謀なブレイバー息継ぎもしないまま溺れてたんだろDon't even know where I'm taking time 伸ばしたその手に触れた There is something, something I can hold 片付くほどにまとわりつく視界も徐々に霞んでく登録意識の奥で You're callingCalling, calling my name 君はダイバー 華麗なドリーマー 帰る場所もないまま 溺れてたんだろう No, 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 no息継ぎもしないまま溺れてただろう So it ain't mercy the light ここにいるから
終わらせるから。 Oh, I'll be your side